はい、バイルズアギアル小林と小林申します。今日は、お客様からこれよく質問があるんですけれども、電子レンジにかけてもこれいいですかっていうご質問があります。器によって、かけていいものかけてはいけないものっていうのがございますので、今日は簡単にご説明をさせていただきたいと思います。まず材質から材質別にお話ししますと、陶器とか、磁器、陶磁器に関しましてはほとんど9割以上のものは電子レンジにかけていただいても大丈夫です。ただ、こういったこの表面の塗りがですね、こう金とか銀とかこういったものを使ってあるものに関しましては、電子レンジに入れますとこうバチバチっとこう反応して、焦げがついてしまったりということがありますし、危険ですので、そういったものに関してはちょっとお気をつけいただきたいと思います。ただ中にはレンジ対応菌っていう電子レンジでもかけても、大丈夫っていう菌もございますので、買われた時の説明書をよく読んでいただきまして、それに従っていただきたいと思います。まだ素材別、今の菌ということで、金属に関してはほぼほぼこれは反応がないものもありますし、この電子レンジのですね、これチタン製なんですけども、電子レンジの、電波をこう通さないんですね。跳ね返してしまうというか通さないので、レンジに入れても温まらないとかっていうこともありますし、中にはその、バチバチいうものもございますので、金属製のものに関してもこれも温まらない、もしくは跳ね返してしまって、バチバチいうものも中にはございますので、金属製のものに関しては避けていただければと思います。あと絶対入れてはいけないもので、としまして、これは木製のお椀ですね。木製品に関しましてはほぼほぼ無理ですね。避けてください。で、中にはプラスチック製のもので電子レンジ、食洗機OK っていうようなものはありますので、そういったものに関しては大丈夫なんですけども、この本物の木をくり抜いたもの、もしくは木管といって木の粉を圧縮して固めて作ったものに関しましては、入れていただかない方がいいですね。入れていただくと木製の磁器そのものにダメージが来てしまいますので、避けていただければと思います。また最後にはこのガラスに関してですね、これはクリスタルガラスなんですけども、ガラスはほぼほぼちょっとこれもダメですね。と言いますのはこう熱がですね、どうしても電子レンジに入れますと器に熱がかなり高温になる場合がありますので、バリンと割れてしまう可能性があります。それはガラス自体が耐熱になっていないということで、冷たいものを入れるためにを考えて作られておりますので、通常のガラスに関しては、避けていただければと思います。ただし耐熱ガラスですとか電子レンジ OK のガラスも中にはございますので、そういったものに関しては入れていただいても大丈夫です。それもよく買われた時の説明書をよく読んでいただければと思います。はい、以上ですね。今申し上げました陶器磁器に関しましては、ほぼ9割方、大丈夫です。で、塗装に関して気をつけていただく、金銀そういった塗装がある場合はバチバチいう可能性があるということ、それから金属製の器に関しては電波を通さないので、これも温まらないという感じになりますし、漆器やガラスに関しては割れたり、ダメージがきますので、それも避けていただければと思います。ガラスに関しては耐熱ガラス、特殊なものに関しては大丈夫なものもありますということですね。はい、大体簡単にご説明しましたが、ご理解いただけましたでしょうか。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。器に興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。インスタグラム、ツイッターなんかもやっておりますので、ぜひご覧くださいませ。またネットショップもございますので、ぜひご覧いただきたいと思います。バイルズアギアル岐阜小林と柳瀬のすぐ近くにございますので、
Google マップで検索していただきますとすぐ出てまいります。ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。それではまたお会いいたしましょう。